サンピープル一枚ニュート次回放送の見どころ多様なパフォーマンスジャンルとゲスト審査員が登場平野翔と渡辺直美が再び司会直美さんと翔くんが再び共演した特別番組サンピープル一枚ニュートはその名の通り3人以内のメンバーが1分以内にパフォーマンスを行い優勝賞金300万円を競うというユニークなコンセプトの番組ですこの番組は 歌やダンス、マジック、アートなど多岐にわたるパフォーマンスを披露する場として、多くの視聴者を魅了しました。特に平野翔さんと渡辺直美さんの MC コンビネーションは、多くのファンにとって待望のものであり、彼らの再共演は大きな話題を呼びました。渡辺さんは自身のインスタグラムで、平野さんとのツーショット写真を公開し、心の準備に60年欲しいと冗談交じりにコメントしています。 これは、彼女が再び平野さんと共演する機会を得るまでの長い期間を期待していたことを示しています。しかし、実際にはこの共演は思いのほか早く実現し、彼女自身も驚きと喜びを感じていました。収録の際には、平野さんとの距離感がつかめず、無言の、週、タイムがあったことも明かしています。これは、彼女が自然体で収録に臨む一方で、 独特な緊張感も漂っていたことを示しています。番組自体は非常に成功し、視聴者からも高評価を得ました。特に印象的だったのは、影絵パフォーマンスで醜いアヒルの子を表現したパフォーマーたちの演技です。影絵だけでこれほど心を揺さぶるパフォーマンスを見せることができるという点に、多くの視聴者が感動しました。このようなパフォーマンスは、 身近にあるものを工夫して表現することの素晴らしさを再認識させてくれます。また、視聴者のコメントからも、番組の評価が非常に高かったことが伺えます。多くの人々が、普段見ることのないパフォーマンスを楽しむことができ、出演者たちの SNS をフォローするなど、番組後の楽しみも広がっていました。特にナオミさんと翔さんの自然な視界ぶりが好評で、番組の雰囲気を和やかにしていました。 彼らの司会は、視聴者にとって親しみやすく、リラックスして見ることができる要因の一つでした。一方で、平野さんがバラエティ番組に出演することについて、一部のファンからは懸念の声も上がっていました。特に、彼が音楽活動を続ける中で、バラエティに時間を割くことが果たして良い選択なのかという疑問が投げかけられていました。韓国のアイドルグループが日々厳しい訓練を受け、 歌やダンスの技術を磨いている中で、日本のアーティストがどのようにして世界に挑戦できるのかという点について、議論が広がっていました。しかし、渡辺直美さんの楽観的な視点は、こうした懸念を和らげる役割を果たしました。彼女のユーモアとポジティブな姿勢は、平野さんとの共演をより楽しいものにし、視聴者にもそのエネルギーが伝わりました。彼女のインスタグラムでのコメントは、 ファンとの距離を縮める効果もあり、多くの人々が彼女の投稿に共感し、応援の声を寄せていました。そうじて、サンピープル一枚イニュートは、多様なパフォーマンスを通じて視聴者に新たな驚きと感動を提供する番組でした。特に、平野翔さんと渡辺直美さんの司会が番組を盛り上げ、多くの視聴者にとって楽しい時間を提供しました。 この番組が再び放送されることを期待する声も多く次回の放送に対する期待が高まっています視聴者からのポジティブなフィードバックは番組制作側にとっても大きな励みとなるでしょうこれからの展開に注目が集まる中でナオミさんとショウさんの活躍がどのように続いていくのかそしてサンピープル一枚ニュートがどのような新たなパフォーマンスを見せてくれるのか非常に楽しみです 視聴者としては、彼らの自然体の司会ぶりと、多様なパフォーマンスを再び楽しむことができる日を心待ちにしています。この番組が持つ可能性と、今後の展開に大いに期待したいところです。視聴者の皆さんがこの番組をどのように受け止め、次回放送に対してどのような期待を寄せるのかも、非常に興味深いポイントです。今回の放送が大きな成功を収めたことから、 次回の放送に向けて制作側もさらに工夫を凝らし、より魅力的な内容を提供してくれることでしょう。番組が持つポテンシャルを最大限に引き出し、視聴者にさらなる感動を与えることを期待しています。このように、サンピープル一枚ニュートは、そのユニークなコンセプトと多様なパフォーマンスで視聴者を魅了し、今後の展開に大きな期待が寄せられる番組です。 ナオミさんと翔さんの司会コンビが再び見られる日を楽しみに多くの視聴者が次回の放送を心待ちにしています視聴者の期待は高まる一方で番組制作側もその期待に応えるための新たな挑戦を続けていくことでしょう例えば次回の放送ではさらに多くのジャンルや国際的なパフォーマーを招くことで視聴者の興味を引き続き引きつけることができます 異なる文化や背景を持つパフォーマーたちが一堂に会することで番組に新たな刺激と多様性をもたらすことができるでしょうまた視聴者参加型の要素を取り入れることで番組の魅力をさらに高めることも考えられます例えば視聴者がリアルタイムで投票するシステムや SNS を通じてパフォーマーに対する応援メッセージを送る機会を設けることで視聴者と番組の一体感を生み出すことができます これにより、視聴者はより深く番組に関与し、楽しむことができるでしょう。さらに、平野翔さんと渡辺直美さんの司会の魅力を最大限に引き出すための工夫も重要です。彼らの自然体で親しみやすい司会ぶりは、視聴者にとって大きな魅力となっており、次回の放送でもその魅力を生かした演出が期待されます。例えば、彼らの個性を生かしたトークセッションや、 視聴者からの質問に答えるコーナーを設けることで、さらに親近感を持ってもらうことができるでしょう。また、番組の成功には、パフォーマーたちの卓越した技術と想像力が欠かせません。次回の放送でも、これまで以上に多彩で驚きに満ちたパフォーマンスが期待されます。パフォーマーたちが新たな技術や表現方法を取り入れ、視聴者に感動と驚きを与えることで、 番組の魅力はさらに高まることでしょう。視聴者の皆さんもこの番組が持つ可能性に大いに期待し次回の放送を楽しみにしていることでしょうこれからもサンピープル一枚ニュートが多くの人々に感動を与え続けることを願っていますそして平野翔さんと渡辺直美さんの司会による温かい雰囲気の中で多くの素晴らしいパフォーマンスが披露される日を楽しみにしています 次回の放送が決まれば、さらに多くの工夫と新しいアイディアが盛り込まれることでしょう。例えば、より多様なパフォーマンスジャンルを追加することで、視聴者の興味を引き続き引き付けることができます。また、ゲスト審査員として、著名なアーティストやパフォーマーを招くことで、番組の魅力をさらに高めることができるでしょう。視聴者からの反応をもとにした番組の改善も期待されます。例えば、 前回の放送で特に好評だった影絵パフォーマンスのように視聴者が感動した要素を取り入れつつ新たな挑戦も加えていくことが重要ですまた視聴者が参加できるようなインタラクティブな要素を追加することで番組への没入感を高めることも考えられます平野翔さんと渡辺直美さんの司会についても多くの視聴者からのフィードバックを受けさらに彼らの魅力を引き出す工夫が施されることでしょう 彼らの自然体で親しみやすい司会ぶりは、番組全体の雰囲気を和やかにし、視聴者にリラックスして見ることができる要因の一つです。今後の放送では、彼らの個性をより一層活かした演出が期待されます。また、平野さんのバラエティ番組出演に対する一部の懸念についても、彼自身がどのようにこれを乗り越えていくのかが注目されます。 彼が音楽活動とバラエティ出演をどのように両立させ、自己成長を遂げていくのか、その過程を視聴者が見守ることで、より一層の応援と支持を得ることができるでしょう。彼の多彩さを示すために、音楽やダンスの要素を番組に取り入れることも一つの方法です。